おはようございます。ジレット押します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。引っ越しのね、用意のためにいろんなものことをしています。ゴミが溜まってったりしますけどね。やっぱり家具買ってカーペット買ったんですけど、カーペットが来るのはベッドより遅かったりなんか段ボールに入れて荷物は運んだらいいけど、収納スペースがなんかなかったり、棚が欲しいなと思ったり、理想の家庭って遠いですね。あと吸音材全然届かんまあこれはしゃあない、用の事情のがね、しゃあないところです。はい、まあ、頑張って乗り越えていきましょう行ってみよう。さあ、残す下級職のね、大会も残り2つとなりました。はい、魔法使いです、今回は。さあ、もう大魔導と敵魔神、ガチか、おめえら。どっちもこうしてみると、このパーティーどっちもガチガチなんですよね。ガチガチすぎるだろう、お互いこれ。腕組んでますね。さあ、ついに最強の魔法使いを決めるときが来ました。はい。レベリングを私、魔法使いほとんどしてないんですけどね、まあ。来たよ、ガリベン。意外でしょ。俺も、魔物使いだからね。一文字違うからね。さあ、行くぞ、メガネ。俺、ブーメランだ。さあ、相手チーム何でしょうか。主人公のね、1回戦、2回戦、3回戦をパパッと突破したいところですが、何だったっけ、こいつら。あー。まあ、相性は発動してないんだけど。さあ、呪文の打ち合いとなりそうです。皆様にお許しいただきたいことが一つありまして、私、偏ったパーティーは好みません。ですが、今回、偏ったパーティーを組ませてください。いきます。お供、全員呪文です。だから、こういうパーティー使ったらダメなんだよ、普通に考えたら。なぜこのようなパーティーを組んだかって言いますとですね、使いたいスペシャルカードがあるんです。はい。使いたいスペシャルカードがあるために、こんなパーティーになってしまったんです。では、1ターン目からお見せします。2個あるんだよね。まずはこちらだ。行ってみよう。死にませんな。魔力上昇ってもほとんど怖いけど。こちら。リッカ。おーん。さあ、これで、この一旦ね、呪文がね、2回確定でいきます。ハヤブサの剣と違って、必ず2回です。ハヤブサの剣 50% じゃないですか。これは必ず2回で、かつ、威力が減少しないんですよ。ほら。ハヤブサの剣と違って、威力が絶対2回減少しない。確定2回。行くぜー。だからもうこれだけは大ダメージだよね。呪文なんで、このメタルライダーとか、一押しに避けられることもない。ね。さあ、バギーを取れたー。ドーン。さあ、通りはあまり良くないんですけど。バギーを取れたー。イザヤールのバギーだ。これはイザヤールのバギーですよ、きっと。ただ、この一ターンだけなのと、やっぱ呪文の通りに左右される部分もあるんで、ね、山彦の悟りっていうのは。でもそれでも強力ですよ。この、祈祷師とかいりゃよかったんだけどね、いないんですよ、僕まだ。祈祷師を持ってないんですよ。アンクルホーンズと祈祷師、ホースデビルが両方呪文のモンスターなんですけど、ナイス!そう、今回それを持っていないがため、不安定、不確定要素のある、踊る宝石入れることになっちゃいました。魔法塔も2回です、ちなみに。ちなみにどうでもいいんですけど、魔法塔も2回になります、この場合。すげえどうでもいいわ。おー、いいね。よく山彦の悟りメラミ引いたね。さあ、メラミね、ドン。はい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 、もう一回。これ強いな。素直に強い。これ素直に強いぞ。勇気のたまりも偉くなってんだけどな、そのせいで。もうこの、もうここまで来るともうね、呪文で押し切るだけなんで、会心痛恨ね、もう全く発生しませんので。当てるやつに当てるだけですよ。タオダラちゃん行くぞ。森ドロキーが炎とは何事か。いつも言っております。はい。オッケー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 、ここで、ここで、灼熱の呪文、ベギラムーン。よく運が向いたもんだ。さあ、2回戦どんなチームだい、確かね、ミニモンだった気がする。なんかそこそこ強かったんだけどな、2回戦。そうだ、覚えました、ドラキンはビータンだ。これやらしいわ。普通にこのパーティー強いやないか、これ。二回戦のパーティーじゃないよ、こんなの。さあ、もう一つ使いたいスペシャルカードがあるんですけど、
さっきよく踊る宝石も魔法使いもポカやらかさなかったなーって思うんですよ。魔法ともなるマリ隠せるのに逃げなかったなーって思うんですよ。では私これで参ります。もう一つはこちらでございます。いくぜムーンブルク。3人目ムーンブルク登場。魔力覚醒、これは可愛い。さあ魔力暴走頼むぜ。このね魔力暴走が呪文やめべきでも来いよ。さらに魔法塔違うんだよ違うんだよ。魔力暴走魔法塔ってどういうことだ。何を言ってるのかよくわからねえよ俺はやめろやめろ。メラミメラミ、なん違う、呪文打てやお前ら。何をしてるんだ君たちは魔法トーンが効いてんのか。さあ唯一ねここでタオトラちゃん頼むぜ。魔力暴走からのいっけー、ほらーすーよ。マジか、さすがにやべえな。お前らお前らマジでしょ、本当にちょっとやめろ。本当に違う違うんだよ。タホドラちゃん、タホドラちゃんしかしまともに仕事してねえじゃねえか。おいおいおい、テロップで解説書かなきゃね、いけなかったじゃねえか。これじゃあマリック覚醒の効果なんですかで終わるじゃねえか。全然わかんねえじゃねえか。もうテロップでポコンって出しておくわ。マリック覚醒の効果出しておくわ。まあ口頭でも言いますと、まあ呪文がめっちゃ強くなるんですよ。もう雑すぎるでしょ、解説が。もう、なんだったんだよ、スピーカー何の一つ役も立ってないじゃねえか。何の一つも役も立ってないじゃねえか。もう全然変わってねえよ、なんだったら。これじゃあ、魔力上昇した後とあんま変わんないじゃないですか、って言われるだけじゃねえか。勘弁してくれよ、ほら。ほら、どんどん行くぞ。どんどん行くぞ、おい。もう、ムーンブルク王子の無念晴らしだよ。行け！ジュエル！よし。十分、十分、十分。もう十分だよ。マグマ、まあ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 。逆転補正でここら辺で痛恨来るかな。おい、おっと、避ける。タホトラちゃんが今回やるね。やるね。あ、やべ。やる感が。おー、タホトラちゃん、今度は無理か。タホトラちゃん、まあでも3ターンでこれね、多分、トマトネが攻撃あった分ね、さすがに勇気たまんないと思うよ、3ターンで向こう。だから、ベギラマとメラミで終わると思う。さすがにいけると思うよ。あー、きちいか？これ、ベビタンにメラミ行ったらいけるか。ベビタンにメラミが当たればいけるって感じかな。マグマ。なるほどね。ここで痛恨出ないのはラッキーか。眠っているさあ、こいつはユナズンで、そろそろ痛恨出してもおかしくないんじゃない？君は。ここで痛恨出るとね、向こうの勇気が溜まる説ある、3ターンで。おっとやるね。竜巻、ラッキー。それはラッキー、それはラッキー。もうそれはまあ、食らっても仕方ないレベルだから。うんうん。まあ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 。ここでメラミで決まるか。誰に撃つかよね。ベビタンだ！これ、決まったべ！これいったべ！はい！よし！ムンブルコーじゃごめん。3回目、そう、3回戦ですね、そういうわけで。そういうわけで3回戦ですね。あ、これ思い出した。あ、もうとんでもないバーディーまたできたな。ここに来てね、突然の運ゲをかましてきます。さあ、もう一度、プリーズワンモアチャンス、お願いしますよ。プリン王女、今のままじゃ、プリン王女、いたたまれないですよ、いくらなんでも。お願いします。次こそ。だってさっき魔力じゃそれさ、魔法トーンでしょ、外れ行動2回引いたんでしょ。じゃあ次は2回ぐらいやってほしいんだよ。プリン頼むぜ、今度は。いや、プリンはちゃんとやってんだ。俺がちゃんとやってない。いけ！さあ、魔力暴走。この魔力暴走から頼むぜ。このね、何が怖いかって、猛毒の息も吸収的も、そこそこ強いんですよ。技として見るとね。おー、ラッキー。ここはラッキー。ベギラマ、向こう側呪文をちゃんと打ってくるっていうね。デルクロア、お前いいやつだよ。ドラゴンクエスト10のデルクロア、いいやつだったよ。さあ、こっちの魔力上昇動いてほしいね。ベイラマ頼むぜ。
タオトラちゃんは大丈夫なんですよ。どうやろうがね。ここでバギー行きますよ。いけ強っ。あ、これ、そういうことか。メラミンメラミンメラミンラー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 ラおめえらムンブルクの王女嫌いなのか、お前らは。何おめえらムンブルクの王女にさ、あもうこれダメだな。これダメだな。あ、これダメだべ。これダメだな。なんか一瞬でなんか話が読めてきたわ。なんか無理そうな気配してきたもん。正味。正味これ厳しいな。おめえらムンブルクの王女になんか殺され、そう、まあ、タオドラキーわかるよ。ムンブルクの王女にタオドラキーさ、お前バギーで殺されたんだろうなって。なんか、それあたりが想像つくんだろ。正直。正味ね。それは想像ついてもおかしくないんだよ。何おめえらはさ、反抗期なの。もう分かった。お前ら当てにしないわ。おめえら当てにしない。お前らは立花派が、お前らは立花の方が好きか。そうか。俺はムンブルクの王女も好きなんだけどな。うん。俺立花あんま好きじゃねえんだよ。腹黒そうだから。おめえらムンブルクの王女好きか。しゃあない。そりゃもうな。うん。趣味思考の問題だからしゃあないけどさ。もうタオドラちゃんしかちゃんと答えないんだからさ、おめえら。おーおー、やるね。ワンチャンいけるか。ちょ、待って、これ若干きついけど、一応こっちの方が有利ではある。有利は取れてる。うん。戦局的有利ではある。ここでこれ。ここでつばぜり合いします。まあ、見事になんか同じことをしてくれたね。撮影映えしないぞ、お前ら。ここよしお前ら芸人として食ってきねえよ。それじゃ同じネタ2回しちゃったらよ。はい、OK。 向こうSPなんだっけな、使うの。そう、向こうSP確か使ってくるはずなんだけど、何使ってきたか忘れちゃったんだよな。あ、これは遅延、これは意味ないんじゃない。さすがに38だよ。さすがに38だよ。それは。それは無駄。タオちゃん頼むわ。タオちゃん頼むわ。削り切っちゃって。結局このバーディーでさ、タオちゃんが一番頑張ったんだな。さあ、来ましたよ。準決勝も、2回戦と準決勝。もうこちらどちらかというと仲間内の戦いでした。正直ね。モリファンタスティックじゃないかったでしょ、正直。俺たち喧嘩してたよ、多分。めちゃくちゃ喧嘩してたと思うよ。さあ、ガリ弁勝負じゃん。むしろお前のチームの方がまだ覚醒使いこなせるんだよな。じゃあ、やるか。じゃあ、最後ぐらいはちゃんと違うパーティー使ってあげるよ。もう、プリンに、もうね、ジュエルには期待してない。さあ、なんだっけ、決勝。確かね、お前ら全員呪文なんだよ。本当に。俺と同じレベルなんだよ。ジュエルとアングルホンだよね。そうだよね。全部呪文なんだよね。お、びっくりするぐらい呪文だね。うん。お前ら絶対事故るぞ。あ、事故らないんか。コンピューターもんね。最後は比較的、普通にまとまりますよ。もうしゃあないわ。そうなったらもう普通のパーティーですよ。行きますよ。大魔導とリザードマン。かなり普通のパーティー落ち着きました。かなりなんか、よく見るパーティーに落ち着いたな。さあ、最後の戦いはね、こちらの今のカードの持てる中の魔法使いの強いパーティーでお相手いたします。よし、普通に負けられない。普通に負けるわけにはいかない。で、向こうのチームってレベル50か、てか。向こうのチームの性質上ですね、呪文が基本的に通らないんですよ。踊る宝石って呪文全般に強かったり、魔法使いは光の土着てたり、アンクロン賢かったら高かったりするんで、結局物理攻めることになります。おい、それあかんやろ。それ開けられるって、相手コンピューで。相手はね、対人じゃないねん。相手はコンピューなんやで。それあかんで、リザードマン。いけ、マグマ、ジュエル、違うってだから。だから言ってるじゃん。さっきから言ってんじゃん。だから、主人公でやったら避けるんだよ、基本的にこのゲーム。ダメだっちゅうのに。おー、アンクの方狙うしかない。もうこれは。お前らさ、ちゃんと分かってくれ。ちゃんと分かってくれ。このコンピューの逆転を合わせるゲーム無理なんだよ、主人公に攻撃当てんのは。もう、魔法使いの回数はだって 17% だろ？うん、17% もあったらさ、無理だって、そりゃ。いや、
普通の対人だったら当たるかもしれんけど、そりゃ。ああ、魔力上昇からこんなん飛んできたにみ。強い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 。強すぎるって。お前バカか。敵一体がバカだったわ。あ、でも困って。これきついな。いや、でも魔力上昇でしょ ?2 体残ってんでしょ、これ、ここでしょ。まあ、この、向こうの攻撃はね、一旦完全にもう無力化できるんで、こういう使いは。ここはマジックバリア引いていきましょう。ここはマジックバリアして、おっとっと、偶発これなんだっけ、オーケーだっけ、それはラッキー。まあ、これは完全に、これは完全にもう読んだね。これもう相手の行動知ってるよね、もう俺。確かね、なんか使った覚えはあったけど、まさかここまで刺さると。はい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 、はい、お互い偶発するとは珍しいですね。オッケーオッケーオッケー、大丈夫大丈夫、この一旦ね、後取っていこうぜ、バカタレコの。いい、もう小魚のバカタレコの後取れ言うたんや、なんか。さあ、三日月に今度はどうでしょうか、誰に行く。アンクルホンラッキー、それはね、ちゃんと当てれるよ。アンクルホンは基本避けない、大丈夫、賢いよ。しっかり当てれるやつに当てればいいだけだが。マグマもね、まあ、アングルホーンでいいよ。オドロ宝石はね、爆死だから。うん、バカタレゴの。バカタレゴの。だから言うてるべや。言うてるべや。だから当たらない言うとん。CPU に当たらんって言うとるやないか。このゲームはそういうの無理やってだから。なぜこの主人公はマグマをそういう方向に打ち出すんでしょうか。まあまあ、この一旦は後取りました。これはつばせり合い勝たないとやばいな。つばせり合いさえ勝てば、なんとか逃げ切りはできると思うんですよ。いつぜの時みたいにつばせり合いに勝ったのに勇気負けはさすがにないと思うんで。大丈夫かな、フラグ立ってない、これ赤で勝つからね。赤で勝つしかないよ、これ。勝ったら大丈夫。4、3、2、ここよし、勝った。勝ったわ。いきます。あとは、もう勇気逃げしよう。こんな避けられてたらもう勇気逃げに戦法はないよ。このジュエルはバカだ。あれ、このジュエル、あれ、なんかこのジュエルさ、もしかして俺の仲間、あれ、この驚くとき、もしかして俺の仲間か。俺がさっきまで使ってたやつか。ここで全員確定中でね、もう勇気稼いでいきましょうよ。行くぜー、よいしょー。全然通らん。向こうの賢さ高すぎて、リザードマンのクソみたいな賢さじゃ、ダメージが出ねえ。まあ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 、でもいける、大丈夫大丈夫、大丈夫だ。なんとかなる。勇気逃げするしかない。地割れね。バカタレコの。おめえら反抗期か。てめえら反抗期か。これ、このターンに勇気たまんねえな。会心を出さないと勇気たまんないわ。さあ、リザードマン今度こそ、アングルホーン、これも。基本的にね、残りの2体が効かないからな。魔力上昇から入ってくる、怖い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 。これ勇気にギリできるかどうか分かんなくなってきたな。結構ギリギリです、正直。正直こっちが外しすぎてるわ。いくらなんでも外れすぎやわ。本気やってますね。ああ、ようやく当たった。よく当たったわ。さあ、まだまだこっからですよ。やだるこ、これ痛いんだよな。本当に魔力上昇からヒャダルコはやばい。やばいな、これ。これ魔法と。いや、これは大丈夫。大魔導確かちゃんと地割れ選んでる。俺はそれを分かって地割れ選んでる。大丈夫だ。いけ地割れ、よし、大丈夫。勇気たまんなかったね、やっぱり。やっぱり勇気たまんなかったな。正直たまると思ったんだけど、普通に。外しすぎて勇気たまな、これは。さあ、あと一旦に1100食らわなければっていう感じですよ。リザードマン頼むぜ。オッケー、いいよ。1100削られなければって感じがすごいけど。さあ、マグマ。まあ、勇気は溜まってます。はい、ですよね。もうお前は無理や。もう当たらんと思ってるもん。もう当たらないと思ってるもん。わかってる。当たらないのわかってるもん、俺は。いや、怖い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 。1100大丈夫か、耐えれんのかこれ。よーく、3つこれ。待って、きついきついきつい。これ大丈夫大丈夫本当に。これ大丈夫本当に。いや、
待って、これやばいな。ララ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 。あれ？あれ？踊るほずき、お前、待てや。お前ってもしかして全部魔法ともしてない？あの踊る宝石は俺の仲間だったやつか。いや正味ね、何回外れたか覚えてないんですけど、まあ正直もうどっかのやってるな動画になるところでしたよ。もう少しで勝てたのはですね、相手の踊る宝石がね、まあ僕のね味方だったやつですね。多分味方、敵の中に味方がいたってやつですよね、よくある。の皆さん、立夏派だったんで、うちのね、チーム、みんな立夏派だったんでね、最後はとどめは立夏で締めたいと思いますので、本当にいっぱい来るな、こうしてみると。情報量が多い。みんなでね、さあ、みんなで楽しいパーティーだ。飛び立とうぜ。立夏派の皆さん、お待たせしました。キメラの翼でございます。行くぜ。立夏派の皆さん、立夏が期待に応えてくれました。いや勝負あったわ。てか今回はやばかったぞ。なんかかなりね、運がひどかった。2回戦3回戦決勝戦でもよくその運をさ、まあカバーできたもんだなって思いますよ。おめえら本当にやってんな。クソ負けたか、クソ負けたかじゃねえんだよ。まあでもお前2対3で戦ってたからね。3対3じゃないけどね、お前2対3で戦ってたからね。逆転2逆転ですか、見事な戦い。どこが見事な戦いや、あれの。絶対盛り上がってなかったぞ、外しまくって。全然自分使ってなかったぞ、おい。ちゃんと大会見とったんか、お前な。どっかのカリスマみたいに大会ちゃんと見てないんじゃないのか。ちゃんと見てろよ、本当にもう。何もらえんだっけ。ああ。これはムーンブール工場。ごめん。